どうも、ヒロ斉藤です。今日はこれなんですよね。これうずらの卵、ね、うずらの卵を食べていこうということなんですけど、これこの間ね、青空レストランだったかな、宮川大輔さんの出てるやつ、あれでうずらの卵で卵かけご飯実はすげえうめえんですよみたいなことをうずらの卵農家さんみたいな人がドヤ顔で言ってましたんで、本当ですかね、こう検証していきたい。どんなもんでしょうか。それではやっていきたい。恋夢です、恋夢です、恋夢です。ものすごく大きい声を出せますよ。はい、こんな感じのね、もううずらですよ。これを割ってったやっていくよ。あ、今映ったかな。すげえ飛び散った。割るのが難しいね。どう、この感じ。うずらの卵6個割ってみたよ。じゃあこっからはもう普通にいつもの感じでやっていこう。味の素、醤油、かけすぎたかな。ないでしょう。うわー、なんかほんと新鮮な映像ですね。これこんな感じ。今日はちょっともう全混ぜしようか。最近ね、ちょっと全混ぜにハマってるんですよね。以前アップロードした究極の卵かけご飯の時は全混ぜせずにちょっと食べるのが自分の中ではブームだったんですけども、最近はね全混ぜして結構クリーミーにして食べていきたい。はい、こんな感じ。それでは食べてみましょう。いただきます。うん、うまっ。なんて言ったらいいんだろう。その鶏卵と比べると、いやでも確かにこっちの方がコクがあるかもね。うん。あ、うまい。うん。なんだろう、ちょっとね甘め。卵自体の甘みが強いような感じ。で、よりクリーミーな気がする。うん。あ、うまいわこれ。ちょっとぴょんこ先生が来ましたんで、ちょっとぴょんこ先生にも食べてみてもらおうと思います。これうずらの卵で作った卵かけご飯なんですが、ちょっと食べてみていただいて。はい、うまっねえ、うん、なんかちょっと甘みが強くない？うん、卵の濃いよね、うん、うん、これはかなりおすすめということになりましたよ、ね、うん、めっちゃうまい。色はね、鶏卵より色薄いんですよ、黄身の。ちょっと白っぽいというかなんだが、コクが全然違う、より強い、うん、ということです。まあコスパはちょっと悪いですけどね。ちょっと一回やってみてもいいと思います。うん。うまっ。なんかその青空レストランではだし巻きにしたりいろいろやってましたね。うん。ただね、割りづらい。専用のなんか割るやつがあるらしいんですけど、それがないと結構割りづらいと思います。うん。はい。綺麗に完食しました。それでは検証結果。結構おすすめ。じゃあ